まあ、とりあえず熱はなかったです。どうしたいかな？本当は休みたい。本当は休みたい。うん。うん。頭が痛いと？お腹も痛い。すっちゃんいつも頑張ってるんで、もう今日はね、休ませようかと思います。スマホアプリで、学校に連絡入れます。連絡してきたよ。今日はお休み。あら、なんか本当に具合悪そうだね。じゃあ、ママ買い物行ってくるね。今ね、買い物から帰ってきたんですけど、実は私もちょっと頭が痛くなってきました。実はあっちゃんも昨日から体調崩してたんですよね。で、その影響かもしれないなって今思ってるんですけど、今冷凍のうどんは買ってきたし、あと冷凍庫にね、冷凍弁当もあるので、もう午前中はね、ちょっともうこのまま横になっとこうかなと思います。どっかでどのくらい使ったらいいと思う？とりあえず 500cc で1袋で、あ、消せない。あ、おかしい、やっぱりこれまた、もうおかしくなっと。うん、おかしくなってる。どうしよう。やばいね。やばい、修理せないか。昨日の夜からちょっときついなと思いたいよ。うん。ちゃん、うどん食欲あるね。作っていい？うん。これ、一玉でいいかな。すごいちっちゃいけど。とりあえず一玉でいいと思うよ。4月。あ、そっか。鉄橋はね、めっちゃ使いやすいから。ああ、うん、入れてるのに使ったみたい。久々にやっちゃいましたね。ニコちゃん。ちょっと。こんなに来てんだ。オペでーす。お楽しみか。よし、完了です。くせえ。
大丈夫かな？うん。まあちょっとママとゆっくりしましょうか。しっくりが止まんない。あらまあ。ちゃん来ました。すごい、そうそうのフリーレンってさ、うん、何曜日にある？金曜日やったと思う。面白らん、ちゃ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 、壊れちゃう壊れちゃう、うん、どうやってどうしたのこれ。うん、バイファミリーもあるし、呪術廻戦もあるし、フリーレンもある。忙しくない？父親はでも結構ジャンプ系好きじゃない？うん。あ、でもフリーレンはサンデーかも。ジャンプ好き。鬼滅の刃もジャンプやし、呪術廻戦も、スパイファミリーも。あら、こっちゃん。スパイファミリーはジャンププラスだった気がする。まあ、ジャンプ系列ってことで。うん。ここに座ってしまった。こっちをこれ持って。こっちには無理でしょう。さっきね、すっちゃん学校に行きました。結局、私もすっちゃんも熱は出なかったんで、一晩寝たらなんとか回復しました。あっちゃんはね、まだ寝てるので、ちょっと今の時点ではどうかわからないんですけど、昨日の夜の時点では元気だったんでね、多分大丈夫じゃないかなと思います。なのでね、昨日進められなかった分の編集作業をね、急いでやっていこうかなと思ってるんですけど、まあでもね、こんな風に突然子供が体調を崩すこともありますし、私が家にいないといけないっていうことも多いんで、まあ、こうやってね、家で仕事ができるっていうことにめちゃくちゃ感謝してます。ただね、 YouTube は正直言うとね、その仕事としていつまでできるかわからないんですよね。でも私は本当にポンコツなんで、仮に YouTube をやめたとしても家でできる仕事を続けたいんですよね。実はね、出産前までウェブデザイナーをやってたので、ウェブデザインとか動画編集とかを受注してやりたいなとかは考えてます。まあ、といってもね、その動画編集は完全に自己流で身につけてるので、仕事としていろんなテイストの動画を作るんだったら基礎から学び直すっていうことが必要なんですけどね。で、こっからはぶっちゃけ案件なんですけど、最近今後のことをね、いろいろと考えてるところでいただいたお話で、私自身も自分の経験からすごくいいなって思ったのでシェアさせてもらいますね。ウェブデザインや動画編集スキルを身につけたいっていう女性に向けたオンラインイベントの案内です。もちろんウェブデザインも動画編集も本人のやる気がないとできないし、簡単にできる仕事ではないと思うんですけど、私はね、もう本当にどちらもすごく好きな仕事です。カメラもマイクのオフの状態で見られるから、家事をしながらとかでも全然大丈夫です。未経験者向けの内容になってますし、チャットで質問する時間もあるので、一回まず話を聞いてみるっていうのありかなと思います。私も発信する以上はちゃんと把握しておかないとなと思って見させてもらったんですけど、このイベント自体は技術的なことっていうよりは、ウェブデザインとか動画編集がそもそもどういうものであるとか、女性の働き方、ライフスタイルを考えるきっかけになるような内容なんで、結構ね、刺激を受けました。家で好きなことを仕事にしたいとか、子育てをしながら働きたいとか、副業での収入が欲しいって考えてる人にはすごくね、いいんじゃないかなと思います。概要欄にリンクを貼っておくので、興味のある方はね、ぜひそちらから見てみてください。おはよう。体調大丈夫そう？うん。マルコフレンさんのツールがあったから、それに大量に歌詞を入れて、それっぽいものができる、うん、
か分からんけどすごいね。じゃあ日本語的におかしいとかないと？歌詞なんてそもそも日本語的におかしいでしょ。いやそんなことはないと思うよ。ママは最近はね、あの早々のフリーレンのオープニング曲が好き。ちょっと、あのさ、推しの子のアイドルと同じ人が歌ってる。ああ、でもママはなんか早々のフリーレンの曲の方が好きや。へえ。推しの子の方が流行ったけど。へえ。全然興味ないし、ね、ちょっと露骨に興味ない反応やめてくれ。解放されたぞ。はい、お疲れ。まあでもよく頑張ったね。うんうん、やっぱり学校の後のおやつは最高だ。うん、でもフナッキングの方が美味しい。チャンネル登録してっていう歌を作ったそうです。では晩ご飯を作ります。秋のグリルサラダできました。美味しそう。でかい。ご飯できました。なんか秋やな。何これ。うん、美味しい。美味しいけど別々に食べたかった。これで最後、うん、ほとんどシチューは食べてしまうよ。いただきます。二人ともさ、ゲームとかパソコン得意だけどさ、ママみたいなウェブデザイナーになるのは、うん、デザインは別にそんなに興味ない。でもママはパパとそこの会社でやったんかい。そういえばさ、今日作りでさ、おぺぺが、うん、おめめとおぺぺの間に子供がいたらなって言ってたよ。父は最近さ、めっちゃ投稿にハマってるよね。うん、でもこうしたらなんかおしゃれになるみたいな、なんとなくの感覚がある。うん、今デザインの話に戻ったの。うん、思ったよ。でもあそこでママがウェブデザイナーになろうって思ってなかったら、パワーと出会ってないけん、あっちゃんもすーちゃん生まれてないけん。いや、なんか子供生まれたら、うちのそっくりさんにしようか。やっぱ、ともこれなんだった。誰ごたらい話をしてるか。お互いに自分が投げたいボールだけ投げて、ともこもしない。今回の動画の中で紹介したウェブデザインと動画編集のオンラインイベントですが、今回特別にあっちゃんファミリーの視聴者さん専用枠を作っていただきました。イベントは無料で見られるので、興味のある方はぜひ概要欄の URL からチェックしてみてください。